階段の方を始めて参りたいと思います。お寺は様々なあの表現でございますが、その中に道場というふうに言うことがございます。まさに心身をですね、研ぎ澄ます、ブラッシュアップする、そういった道場としての意味合いというものもお寺にはあるわけでございます。ですので本日はこちらを道場としていただいて、忙しいお時間をお過ごしの皆様かと思いますので、その日常からおいとまいただいて、心を沈めていただいて、ご自身のお体と心を解きほぐしていただいて、そしてお過ごしいただいてお帰りいただければなと思うところでございます。ヨガっていうのはあのさっき ヨガヨグってですね、あの昔からある言葉ヨグですね、あのつながってみやすヨガっていう言葉自体の意味が、で何と何をつなぐかって言ったら心と体をつなぐっていう意味があるそうです。書きながら手を下ろして腕の力を抜いていきます。もう一回まで行きましょう。で足の方見ていきます。で息を吸って右膝を90度になるまで曲げて、そのまま止まっていきます。呼吸していきます。ピラボドラーソン選手のポーズですね。床にぐーっと沈めて脱力